どうも、9番ガイドです。お願いします。怖い話を作ってみよう。対談やね。いや、もう時期も時期ですからね。怖い話をしようと思うんですけれども。学生学校行きがち。あるあるじゃないから、怖い話って。学生学校行きがち。あるあるとしてもキモいな。作んの？作る。どうせ、世に溢れてる怖い話は、そもそも作られてるもんやから。まあ、モルが強いかな。まあ、01をここでやっていこうと。なるほど。うん。で、バティスいますんで、はい、テーマだけもらって、なるほど。そのテーマに沿った階段を作って、最後バチッと怖い感じで話して、キャントが終わろうかな。作ってるところは見せる。そう。作ってる最中、こういう風に生まれるんだよっていうのをね。あー、なるほどね。うん、で、じゃあ最後は嘘って分かってるけど、嘘って分かってるけど、みんなの気持ち入れてもらって、そう、本気で怖い話聞くぞっていう耳にしてもらって、ほんまに怖がってほしい、最後は。言ってな。俺恥ずかしくてできんかもしれん。最後のところ、死に行って。いや、ちょっと鼻毛全部出た。マジで全部出た。全部。わかる。わかるもんね。だからまあ、作る過程は見せるけど、うん、オチだけなんとなく伏せた状態で最後怖い話。ああ、なるほどね。で、ほんまに怖がってもらおう。はい、じゃあお題を、バテイスお願いします。じゃあ、うん、多分身近な方がいいかもしれんな。そうね、怖がりやすいね。で、劇場とか。めっちゃええやん。劇場か。劇場なんか知らんけど、うん、怖い話、劇場でって、なんか、劇場がなんかもうちょっと鳥肌立ったわ。それはお前の感受性が豊かすぎる。劇場っていう言葉で怖いって感じたことなかったけど。でもさ、よう言うや無限大とかでもさ、うん、聞くやんか。無限大って結構おるみたいな。聞けへん。あ、なんかこもってるというか。うん。てか、どこの劇場もそういう話ありますよね。絶対あるな、聞く。なんかその、笑いを起きてるような場所で、うん、まずお化けとかって、その無縁そうやん。どっちで行く？その、怖い話ってさ、お化け系の怖いのと、こう、人系、人で行こう。人の方が怖いやろ。人の方が怖い。人ででも劇場、お化けか。たったのやり方やん。我はずるいから。たって音で行くやつな。じゃ、怖いけど、ずるいから。じゃあ、まあ、人系ね。人系。じゃあ、この、怖いファンの話とかにするんか、こういう怖い芸人がおったり、まあ、ファンの方が、怖くなりそうか。劇場がテーマで、ファン系の怖い話。はい。ちょっとファンね、ファン。オッケー、大体そこら辺で行こうか。大体そこら辺で行こう。で、結構な、掴みたいやん、入りで。うん。小説とかでもそうやけど、ちょっと、特殊な入りしたいな、個人的に。あ、じゃあ、これは誰々から聞いたとかじゃなくて。いいね、わかる、いいね。わかるやろ。うん。あの、結論から言うとったらいいか。いいね。めっちゃええやん。うん。じゃあ、こういう話、じゃあ、中村とか言って、じゃあ結論から言いますと、みたいな。あ、いいな。結論から言うと。結論から言うと、一人の芸人が、まあ、亡くなってしまった。あ、いや、なんか、亡くなるとかも、ちょっと直結すぎる。人の芸人が。じゃあ、結論から言うとって言ってんねんけど、うん、結論言ってない系ですよ。その、なんていう、結論から言うと、二人で済んだんですよ。どう？よくない？よくない？いいな。でも今んところ、うん、ファンと芸人が二人で住んでそうな話。いや、こっからいける？結論から言うと。じゃあその、二人で、あの、収まったの住んだ方な。ああ、そういうことね。そう。あ、じゃあ、結論から言うと、被害者は二人で住んだんですよ。ってこと。え、どういうこと？って、いや、引き込まれ方から入る。あるあるも入れた方がいい。だからさ、あの、まだ、ボケてないのに、うんよく笑うファンとかっているじゃない。で、それ言った後に、いるじゃないですか、って言った時、お、おるの、みたいな。聞きやすいな。で、そこから言ってみる。ボケてないのに、一人だけ笑うファンってよくいるじゃないですか。おおる。で、僕らにもそういうファン、実は、うん、まあ、いたんですよ。いたんですよ。いつもライブ来てくれてて。で、なんかね、出てきたら、すぐなんかもう笑ってて、もうね、好きやからありがたいんですけど。初めはこう思ってたんですけど、とかありがちやんな。初めは、うん、まあよく笑ってくれるいいファンやなと思ってたんですけど、
だんだん、まあ、だんだん。まあ、確か、大事なね、バトルのライブとかやったら、うん、ちょっとその笑いで他の人が笑えなくなっちゃうみたいなこと、うん、がなってきて、もうちょっと迷惑やなと思って、まあ、もうね、何回も何回も我慢したんで。言うな、ある日な。うん、ある日言うわ、これは。ある日、うん、もう、言おうかなって思った。俺なんですけど。うん。言おうかなって思った日に限って、笑わへん。めっちゃいい。笑わへん。めっちゃいい。こっちの意思通じてる感じな。うわ、なんか今日言おう思ってたのに、今日笑わんから言いにくいな。なあ、今日は笑ってへんもんなっていう日が何日か続いて、ある大事なライブの日みたいな。あれ、このまま言ったら。大事なライブの日に、うん、いなかったんですよ、その日はとかにして。あとでどっかで出てきてほしいな。で、いなかったんですよ。で、結果的に、そのライブは、まあ、その子がおらんかったらとか言うたらあれなんですけど、うん、優勝できて、うん、優勝できて、まあね、芸人ってアホやから、居酒屋行くじゃないですか。行くね。終わったらね。怖いな、こうなってきたな。どうなんの、どうなんの居酒屋。表す居酒屋、表す現れる居酒屋で。居酒屋でそいつの話してもうたんですよ、みたいな。悪い感じで。なんか疫病神が、うん、みたいな。おらんかったから、いけたわ、みたいな。勝てた、みたいな。まあ、ブラックジョーク言うてもうたんですよね。うん、じゃあ、一人の芸人が、みんなガーって笑ってた一人の後輩だけ。ありそう、ありそう、ありそう。なんか笑ってないんですよ。うん。何すかしてんねんみたいな、うん、でその後編をすいませんみたいな、いやもうええねんお前みたいなやってて、うん、で俺もある続きあると思って聞いてもらっても今ないねんな、引き込まれてるで思っててね、ほんでどうなんの続き、ほんでその後輩が違うんです。え、実は、うん、僕らにも、うん、そういうファンついてて、うん、そういうファンついてたんですけど、うん、その、言おうと思ってて同じ状況で、うん、いざ言おうと思った日だけ、笑わへんみたいな。でも僕らは、言ったんですよ。その日笑ってなくても。あ、言う。でこかい僕らは、その日笑ってなかったけど、うん、いつも笑ってるからっていうので、言ったんですよ。うん、そしたら、その人が、怒って、今日は笑ってなかったのにって怒って、うん、で、ふわ走ってどっか行った。うん、ほんだら相方が、事故って、骨折って、みたいな。大事には至らなかったんですけど、うん、っていう話を別のところでしたら、全く今と同じ状況で。ちょっと難しくなってきた、難しくなってきた。巻き戻し、巻き戻し、巻き戻し、巻き戻し。巻き戻そう。言ったらどうなるかってことよな。言ったとこまですごいよかった。言ったんですよ。僕たちは言ってた。怒らさんとこ、怒らさんとこ。怒らん方が怖い。怒らん方が怖い。あ、言ったら、そこで、その劇場で聞いてた、あの笑い声。うわ、怖い！こっち系やん！でもいいね。かなりいいね。その場で目の前で言われて、ええ、僕ら怖なってもって、そこで言う。でもなんかならんとな。話してる当事者も一番怖い目に遭わなくから最後に。ほんなら、ボケてる、ボケてるよ。いや、ボケてるつもりないけど、一回その、一回聞くわ。私笑ってないですよ、いつも。っていう。うん。でもその笑い方や。いや、だからその笑い方してん。私、何々さんたち笑った、今初めてですよ。もうちょっと
気持ち悪いな。ほんなら、マジやでこれ。ちょ、これマジやで。お前やった話みたい。ちょ、これマジやで。後ろから同じやつが。うん、ちょ、巻本さん。危ない危ない。双子とかにしようと思って無理やな。さすがに興味か。面白い、面白い。気持ち悪いと思って、言うのやめたんですけど、それ言って以降、その人僕たちのライブには来ないようになったんですよ。うん、って話しとして、なんか気持ち悪いな、みたいな感じでその飲み会終わって、家帰って、寝ようと思って電気バチン消した瞬間に、部屋から、ちょ、怖いな、その声マジで。でもその声一本やねんな、もう。話長い割に。やばいよな。質じゃない？家とか帰らん方がいいな。ほんまに？やっぱ劇場周りで。あ、そっか、劇場やもんな、お題がな。うん。聞こえてる人と聞こえてへん人がおるとか。はい、いいね。な。熱いな。で、聞こえてるやつの共通点を怖くしたら、てか、人間味の怖さやから、うん、それさ、もうちょっとお化けやん。確かに。あの、そっか、お化け系なのか。それ、それ、分かってやってたんすよ。ちょっと待って、ちょ、一回待って、その、もう一人、もう一人そいつ出てくるのを想像してもらって。ちょっと待って、もう一人抜けて、ちょっとな、その、強すぎてインパクトが、もう一人後ろから。お前、いらんの入れんなや。とか、リアルっぽくした方がいいや。この、俺たち芸人が話す話やから、ほんまに誰かから聞いたみたいにした方がいいから、うん、リアルっぽくして、でも、注意しようと思った日に限って全然笑えへん。みたいな話。うん、で、もう、めっちゃ大事なライブの時に、うん、その笑い声なくて、うん、結構いい結果残して飲み会行って、うん、飲み会で、ちょ、ついついそういう話をしてもって、うん、それ疫病神じゃないけど、そういう笑い声のやつがおって、うん、で、そいつおらんかったから、勝てたわ、うん。みたいな話を、後輩にしてて、みんなでバーって笑ってたら、って聞こえて。怖いな、それなんか息でも。マジで。って見たら、窓隣の席で、そのファンが、こっち見てその会話で笑ってたんですよ。怖いな。これリアルやし。でさ、むっちゃ怖い。めっちゃ怖いから、あと装飾部分。なんかその、あの、置きチケとか、その、DM とか、なんかその、あの、その、あと、あるあるお笑いワード。で、その、リアリティ出して。流れはこれちゃう。流れそれ。うん、で、京極の話として喋ることにするから。うん。あの、もう、いつも同じ場所座ってるんですよ。僕から見て右の。ああ。で、その、飲み会の時も最後右におらしいから。うぃーいつも見てた。いつも見てる。漫才してる時にパッて見る、同じ角度のところに座って、座ってたんすよ、みたいな最後。あとなんか。流れ完璧やな、装飾やな。なんか怖い。どんなんがありがちやろな、怖い話で。で、俺ら忘れてるけど、結論から言ったら、みたいな言ってるから。そこもあったやつ。確かにな。確かに。言ってたな。うん、結論。じゃ、そっちを、そっちさえ変えたら、もうこうなるかもな。一気に。結論から言うと、この話やったら何？結論がオチやねんな、そのまま。結論から言うと、笑ってくれてたんですよ。怖ない？怖い話で。ああ。笑ってくれて、一番笑ってたんですよ。結論から言うと、一番、言ってみて。あ、じゃあ、怖い話、じゃあ、教育。あ、あの、この話。うん。結論から言うと、うん、一番笑ってたんですよ。えぐいっち、えぐいっち。まあ、例えばけど、まあ、死んだみたいな。うん、結論から言うと死んだんですよ、みたいに言うやんか。うん。で、こうやって一番笑ってたんですよ。皆さん、みたいな、そのあの、最後の。僕最初なんて言ったか分かんない。みたいなんで、はぁーみたいな誘わん。まあ、結
結論から言うと、双子やったんですけど、まあ、普段僕たち漫才を、舞台で主にさせていただいてるんですけれども、ね、いつもね、まあこれあるあるやと思うんですけども、ちょっと客席で浮いた笑い方をする方って、まあ、たまにいらっしゃるじゃないですか。ボケてもないのに、どのタイミングで笑ってんねんじゃないですけど。っていう方が結構いらっしゃって、で、僕たちのファンの方で、まあ、一人そういう方がいらっしゃって、ユーカリンっていう名前のファンの方。これ、なんでユーカリン分かったかっていうと、まあ、置きチケって言って、こう芸人に直接ファンの方がチケットをお願いして、で、名前を聞くっていうタイミングがあるんですね、そのやりとりの中で。でそこで、DM、インスタグラム DM の方で、ユーカリン、ウーがちっちゃいウー。で、ユーカリンって、ちょっと字面ですぐ二人とも覚えて。で、まあ、ユーカリン今日も来てんなっていう感じやったんですけど、まあ言ってもお客さんですから。ただそのユーカリンの、この笑い声っていうのがちょっと特徴的で、さすがに無視できないぐらいの、まあただこう変なまで笑うとかそういうことではなくて、やっぱりちょっと浮いた笑い声をする方でも、まあお客さんなんで僕たちもあまりこう強く言えずにっていう感じでこう日々は過ぎてって、ある日結構大事なというか、まあその当時の劇場メンバーの中の1位を決めよう、優勝を決めようっていうかなり大事なライブがありまして、まあ僕たちも絶対に1位に、なりたいですから、まあユーカリンおったらちょっとまあ言い方悪いですけど邪魔やなっていう話はまあ裏でしてたんですね。でもまあ順番はこう回ってきますから、いざ順番になりました、出囃子なりました、どうも出ていきます、普段通り漫才します、いつもユーカリン座ってる位置決まってます、僕から見て右側の席かなり前の方2列目ですにユーカリン座ってます。パッと見たらいないんですね。あれ別の席かな、ファーって見渡してもいない。で漫才続けてってもいつものあの笑い声聞こえない、今日来てないな。二人とも心の中で、あ、よかったよかったと思いながら漫才やって、まあそこそこ受けまして。で、結果発表。1位、9番街レトロっていうことで、その日、1位優勝させていただいたんですよ。で、まあ僕たち若手芸人っていうのはもうやっぱり断るごとに飲みに行こうですから。まあ終わってもちろん気分いいです。まあ何人か後輩おごれるぐらいの気持ちの余裕とかもあって、で、4組5組連れてってですよ。結構盛大な飲み会を居酒屋さんで開いたんですね。で、こう結構バーっての盛り上がってて、で、途中でお酒入ってたもんです。僕悪いところなんですけども、まあ、悪口じゃないですけど、そのユーカリンの話をしたんですね。後輩たちに。で、まあ、いつもこうやって変な笑い方するやつがおる、みたいな。で、まあ、後輩たちももちろん、ちょっと客席の声聞こえてますから、あ、なんかいますね、みたいな感じで聞いてて、まあ、正直今日おらんかって、ユーカリン、もう疫病神みたいなもんやから。おらんかったから優勝できたな、みたいな話で、後輩たちも気遣って、わーって笑ってくれたんですよ。で、その後輩たちの笑い声の中で、なんか聞いたことあるなっていう声。怖いなと思って声する方をパーってゆっくり向いたんですよ。ゆっくり向いたらいつも見てる席の右側、ここに隣の席です、ユーカリンおったんです。僕と目合った瞬間にパって口閉じてる。でもまあ聞こえるんですよ。あれ口閉じてない、まだ聞こえる、なんで声聞こえる方パーってゆっくり向けます。そしたらこっち側左側、ユーカリンと全く同じ顔の人。僕はじめ、なんて言ったか覚えてますか？双子って言ってた？そうです。